どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回は王様ランキング見ていきたいと思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。なんだ、小舟で、あ、影、何これ、影の昔のお話、これ前回のだ。これどういう状況なの、王権を吸収したのかな。え、何、ちょっと影、うわ、何今の、何なの、王権中から出てきたんだけど、えっていうかちょっと状況がわからないんだけど、やっぱりあの前回のラストでもう影が、なんだろう、気持ちが暴走しちゃってブワーって大きくなってたけど、それでもう王権ごと取り込んだんだけど、もう中から王権が出てきたみたいな感じ。うわー、っていうか今の影さ、なんかちょっとやばそうじゃなかった。なんかミランジョもさ、愚かなことをって言ってたし、やっぱ王権を取り込んだことってすごくやばいことなのかな。で冒頭で影が船を漕いでた映像が映ってたけど、あれは一体何を意味するんだろうか。なんかやばくなりそうな予感がする。もう王様ランキング一話一話がすごい内容が濃くなってきてるから、今回どうなるんだろうね。ここはどこ、あ、前回の続きか。うん、誰、なんか強そうな王様、うわっ、目、うわー、怖いんですけど、この人何、うん、何支配しに来たの、うん、どういうこと、放っておく、ちょっと、そうなんだ、うん、太古の力、我々の時代じゃないもうちょっと何で、ベビン、ほんと続きだね前回の。どうなったの、何この人、待って、これミランジョ、うわー、なんてこった。いやいや、だってボスの、うわー、ちょっとすごいことになっている。やっぱこれミランジョなんだ。
いやもうすごいこと、すごい過去があったんだね。いや、それほどむごかったんだ。え？何？え？治ったの？でもなんか様子が。え？違うの？ボスが変えてしまったの？なんだろう、どういうことなんだろう。あ、もうわかるんだね。オーケーのこと。鏡については状況によって切り分かんなくなってきた、全然。で、こっちはどうなの？影は？あ、踏まれてる。ちょっと。いや。デスパーも隊長も。え？本当に刺してる。ちょっと。ぼっち？え？ぼっち？マジか。この人ってあの前出てた人だよね。回復？何？今度は何？デスパ、え？何？ミランジョ？ミランジョの記憶？ボスの記憶なのかミランジョの記憶なのか。ミランジョの記憶っぽいね。悪魔と出会って鏡が最後。え、過去ってこと？今の。現在に至るまでの。ミランジョの。で、ここはどこ？ちょっと、すごいね、今回。え？影じゃん。ちっちゃい頃の影？まあ。そんなところあったの？ 何を言ってんのよ今。そんな貯めてたのね。っていうか。この船は何？だからさっき漕いでたけどさ、なんか意味があるんじゃないの？あ、そういうこと？マジか。ああ、声が届かない。ああ、行けないのか、そっち側に。でもなんでだろう。回復させたよね。この人の思念。え？思念が映ってんだ、あの体に。え？ ハンサムが死なないって言った、今。ちょっと。ママはあっちにいるから、ママはもう亡くなってるから、あっちが亡くなった世界ってこと？行けないんだ、あっちに。あ、行っちゃったらもう終わりなんだ。あ、
ミランジョじゃん。ちょっとちょっと、うん、影。いやでもママが呼んでるからね、これは揺さぶられるよね。あ、戻ってきた、意識戻ってきた。うん、影。いやまあまあ、うー、まあまあ、ママ、影は頑張れよ、ティッシュ取れない。感動する。ママ。うん。でも、ねえ、名前持っててくれたもん。ミランジョ。何、ミランジョも絶対いい人やん。影の今のありがとうもいいね。ミランジョ、何があったのか話してくれよ。ちょっと可愛いんだけど、ミランジョちょっと可愛いんだけど、この人形も反応してる。お、仮面が取れた。あら、ミランジョ。かわいいんだけど、ちょっとミランジョ。え、え、消えてくの？この人たちは、え、あ、ポッチのお母さん、ミランジョのママ、あそこで何を会話するんだろうか。ポッチ、うわー、もうオッケー。あー、三つ股がやってくれようとしてるけど。
で、くー、うわ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 、おっ来た、ベイビー、三つ綿がやられたからめっちゃ切れるでしょ。よし来た、みんな、あー再生する、これどうすんの、うん、いや揃ったよ、揃ったね、4人、よし、これならどうだ、ぼっち、ヒーリングはあっちで待ってるんだよ、うーん、ん、え、誰、え、何、治療できる方はもう一人いるって誰、なんだどういうこと、トーマス、おー、これかっこよかったよね、めちゃくちゃ、なんか、あい、うん、そう、さすがだね、トーマス、うん、さあ、これ相性の問題もあるからさ、ここいい勝負するんじゃないの、トーマスと、うー、そうだ、剣の腕だったら自信あるだろう、トーマス、あー、そうか、いけー、トーマス戻るんだよ、でもこれが武器破壊も効かないのよ、うー、あー来た、もうこれ教えてあげて、この仕組みを、白三平、白三平でしょこれ、あ、ちょっと待ってからさ、後ろの人助けて、あ、来た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 よ、でも下手に4人でバーっていっちゃう、逆にダメか、隙見てね、今みたいに、おー、ベビン、なんかベビンってすごいよね、なるほど、もう作戦なんだこれが、だからね、最初トーマスだけにやらせたんだ、あえて、よし、ドルーシ、ドルーシ君足ないんだよ、一個目も頑張れ、いやー、やっぱ戦闘シーン気合入ってるね、今までよりすごい、えー、トーマス、トーマスじゃないドルーシ足ないんだよ君よし、とだね、すごい、やっぱり再生するよね、知ってるよ再生するのは、でもね、いや、これはもう抑えられるでしょ、 OK、 あ、デスパー、え、これをここで思い出しちゃうの、デスパーの教えを、うん、あ、デスパーは王権のこともこうやって指導してたんだ、え、ちょっと待ってよ、何言ってんのよデスパー、ちょっと
またなんかやりそう。何？ちょっとやめてよ。やめて、覚醒とかやめて。冥府の剣を。何？やばいやばい。ああ、やばい。4人とも。まだ強くなんのかよ。不死身にプラスして、あ、アピス。そうだよ。そうだよ。うん。本当だよ。最後の砦だ。あ、終わり。ここで終わりか。いやー、マジで。どんどん熱くなってきている。ちょっとね、ミランジョのことも分かったし、今回は。今まではさ、ミランジョ、結局ミランジョって何？みたいな話数が続いてたから、今回はね、分かった、ちょっとだけ。で、ボッチのお母さんとね、ミランジョのお母さんと、あそこ2人並んでたけど、そこと向かい合った、あの思念の中のミランジョは、一体何を話すんだろうね。いやー、でも、王権側は、マジ熱くなってきてるな。激熱。っていうか、今回のこう、アニメーションがすごく気合入ってて、やっぱ王様ランキングって、なんだろう、こう、絵がすごくシンプルなんだけど、すごくこう、リアルのところはリアルに見えるっていうか、カメラワークがグーンとすごい動き方をするから、絵があんなにシンプルなのにすごい迫力あって見えるんですよね。で、今回の王権と四天王の戦いはすごい、それがいっぱい出てて、めちゃくちゃかっこよかったな。で、次回その四天王と覚醒した王権がぶつかるっていうことだから、どうなるんだろう。めちゃくちゃ楽しみだなー、来週。はい、ということで、今回面白かったですね。すごい迫力があって、多分来週がめちゃくちゃ熱い回になるんじゃないかなっていうふうに予想はしてるんですけど、どうですかね。ということで、同時視聴いただいた方もありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。